ちょっと待て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 待待てて待ていやタイトル画面の変化もここまで来たらすげえないやいやいや変わりすぎだろよはっもう180度変わりすぎだってタイトル画面。 やばもう、もう、もう夕暮れになってきてるとか、そういう話じゃないからね、ももはや、血まみれだが、真っ赤だよ、真っ赤 <laughs> 窓の外、を俺の記憶が正しければ、なんか、豊かな自然が、緑が広がっていたはずなのに、なか、気がついたら、なんか白ヘビ、白い蛇白い蛇だよね、これ。白い蛇が窓の外に、窓じゃねえよ、なんか、障子の外に。やばおいよ、BGM も怖すぎる。怖い怖い怖い。おい、ホラーゲーム始まったな。 てわけで分岐の選択肢のちょっと前からやっていこうか気がつくと窓から見えるお山に目を向けてしまう明日も必ず来いって言われてお山に呼ばれている神様に呼ばれている神様にあれがうことなんてできないはずだって言って。 で、さあ、お山へ前回は向かったんだけれども、はい、今回は抗っていこうと思うわ。うん。いや、大丈夫かなもうこれでなんか、一旦距離を置いてさ、でもな、なんか、分かり合えそうになかったからな、とんでもねえ邪悪の権議みたいな <laughs>、存在だったから、もう本性は、奴の本性は、だから、どうやったら、これハッピーエンドに向かうんだろうね。ガラス窓に手をついてお山を眺めていると、ふいに、左手首のお守りが目に入った。 そんなのもらってたね、もう完全に存在忘れてたわ。うん、初めて白夜様に会った時に、手首につけられた赤い紐の安を守り。その鈍い赤いを目にした瞬間、ふと、6日前の不思議な出会いを思い出す。もうその頃は平和だったな、もうその頃はこのイケメン神様とイチャラブする BL ゲームかなって俺は思ってた。うん、勘違いだった。うん。この山に来た初日、赤い光にいざなわれるように山へ登り。 廃れたシで白イ様と出会ったうんああこれなうん2日目は古書に書かれた大きな蛇の絵を見た何が書かれているかは全くわからなかったけど唯一文絵という言語だけは読み取れたはいああはいはいこの蛇な、うんま、この蛇は、まあ、前のエンドで見たあの人の形をしたあいつらが、まあ、この蛇だと思うわん多んなうんな、うん、3日目は白ラ様に目の前で不思議な力を見せつけられて 前日の古書と合わせて白ユ様が本当にこの山に住む神様なのだと考えたうんだなまあ疑いもしなかったわまあ神様なのは事実なんだろうな多分、うん、蛇の神様ね4日目はおばあちゃんの日記に挟まった写真を見つけた写真に写っていたのはおばあちゃんのひいおばあちゃんそして悲しげな顔のいとこの女性 ま、残念ながら殺されてしまったと。うん、その、いとこの女性は殺されて鳥居に吊るされてしまったと。うん。五日目はおばあちゃんの昔の日記を読んで、写真に写るいとこの女性が、昔、シレイル様にお嫁入りした人だと知った。だなうん。で、これなもう、これが何なのか未だに分かってないよな、そういえば。うん。六日目は、あの気持ちの悪い人型を見つけた。七本の赤い線が引かれた。 異様ななんて読むんだこれ全然わかん。待って、えっと、ま、前に調べたことある気がする。おぞましさだよく俺、脳の奥底から引っ張り出した偉い俺、よく読めた。異様なおぞましさを感じる。ボロボロの人型いや、これはマジで怖い。うん。そして今日は、7日目。 なんか7日間通うとみたいなセリフを言ってたよな7日間通うことによってなんか儀式的な何かでこう達成されてしまうんだろうなおそらく嫁入りがだからこの7日目は絶対に行っちゃいけないんだと思う俺あな何だどうしたはいあー写真なうんおばあちゃんの日記に挟まっていた写真を再度手に取って確認するうん古いモノクロ写真に写る女性の手首にも自分の手首につけられたものと同じような 紐の飾りが見えた。ほんとだすげえ <laughs> してある伏線だったんだ細けえなるほどな。そして、昨日見つけた人型に惹かれた。7本の赤い線。何なんだろうな、この赤い線、マジで。うん。ついで、2日目に見つけた古書に手を伸ばす。はい。何が書かれているのかはわからないが、唯一読み取れたのは、文英六年の文字。もう一葉だから。もう、ほんとに。 けれど四日目にシ令イ様は、応人の乱の頃、戦で騒がしくなった京都を出たと語っていた。だな、うん。王人の乱は確か、およそ五百年以上前の戦だ。では、文英はそう、それが知りたいよね。歴史に疎い自分の記憶を辿っても、答えは出てこない。素直にスマホを手に取り、ネットで調べると、ものの数秒で答えは出た。はい。文英は 1269年大して鬼の乱は1467年に発生しているほうこれでは白百様の話とは合わないもし古書に書かれている巨大な蛇が白百合様なら文裕の時代には村の人々に認知されていたのだろうが鬼の乱を避けて京を出て各地を巡ってこの村にたどり着いたというのならこの古書に姿が書かれているはずがない 待って、整理するわ。えっと、今日出たのが1467年の大二の乱の頃って言ってたな。でも、それよりも200年ぐらい前の1269年に、その頃にはまだ今日にいたはずの白百合様がこの村で目撃されているって話だな。確かに供述と合わないな。嘘言ってるっていう話になるよな。うん。では、古書に書かれている蛇はそれとも白百合様が、ただ年号を勘違いしている ?200 年も いや、何かあるな、何かある。うん。今まで漠然と感じていた違和感が、組み立てられ、形を成していく感覚があった。けれどまだ、考察するには情報が足りなすぎる。今、自分の身に何が起ころうとしているのかも、理解してはいない。まあ、とんでもねえ監禁 SM プレイな新婚生活が待ち受けているんだけどな。<laughs> ま、知りよしもないな。うん。そして白雪様。 白ラユイ様が今までこの村でどのように信仰されていたのかそもそも本当に神様なのかさえ分からないのだまあ確かに言われてみればそうではね神様って白ラユイ様が自称してるに過ぎないもんねえまあ神様だとしても邪神あるいはもう神様ですらなくってなんかもう妖怪あやかしとかそういう類のものなのかもしれない、うん、ただ漠然と感じているのはこのままでは絶対に良くないことが起こる ということ。白瑛様の言いつけ通りに過ごしてはいけない。ということ。部屋の中を見回してみる。ここに来た初日から、片付けはあまり進んでいない。これでは何のために、貴重な長期休みを利用して、村まで来たのかわからない。お母さんにも、きっと怒られてしまうだろう。それでも今は、一刻も早くこの村から、 司令ゆ様の目の届かない場所まで移動してかった。それは正しい。うん。スマホや財布、着替えなど、目につく荷物を乱雑に詰めたバッグを肩にかけ、小走りで最寄りの駅まで向かった。うん,うん、正しい正しい。まあ、あ使いの蛇に見られてる可能性は全然あるけど、まあ、それでもとりあえず逃げるが正解だ、これは。うん。運のいいことに、駅舎に着くと同時にホームへ電車が入ってくる。上り下りも確認せずに、俺は電車に飛び乗った。そうして、 車窓から見えるお山に心の中でごめんなさいと言葉をかけながら俺は村を後にしたまあとりあえずそれがいいよ、うん、え あ、はいはい、<laughs> もう、一瞬お前、百日目のインパクトが強すぎて、何が追加されたのかわかんなかったけど、二日目ね、なるほど、なんかちょっと中途半端かそれから約二週間後ぐらいか、なるほど、なるほど。まあまあまあま、百あ日目よりは全然マシな展開が待っていると思っておこう。なんか黒ずみ方も全然マシなような気がしたし。ん <laughs>、はい。お、な、またここからの電話だ。はい。まあ、また母親かなうん。あ、リッカやっと出てくれた。 おなんか100日目の時よりもまだ心配してない感あるなまあ、まだ2週間しか経っていないこともあってかうんありょうちゃんりょうちゃん誰 <laughs> 急に新キャラ出てきたななるほどずっと既読にならないし電話は出ないしで心配してたんだよ今まで何してたのさ苦しくてえ具合悪いのじゃあ 来週予定してたキャンプも無理っぽい感じごめんいけないええうんそれはしゃあないんだけどあのさリッカその部屋他に誰かいるのなんかさ変な音聞こえない何か引きずるような。 待って待ってで、白ゆい様の元にはいないはずだよね。な、えええ、ちょ、リッカもう、急に何なんだよ。えおいおいな、なんでなんでなんでいないよな、白ゆい様。はい。思わず手から滑り落ちたスマホを拾い上げる。それほど高い位置から落としたわけでもないのに、液晶は無残に割れている。 ひび割れた画面を押しても、電源ボタンを押しても、もう何の反応も返ってこない。はい、どうしたんだあ,あどうしよう。どうにか通話できないかとスマホを操作しているうちに、左手の袖がめくれているのに気づき、その下に隠した赤色が、嫌でも目に入る。はい、あっえー、えー <laughs> ま、待って待って待って、な、なになに、こお守りのせいかお守りのせいかなあ、絶対そうだろ、お守りがなんか呪縛っていうかさ、なんか、何か縛りつけるようなものなのか、呪いのアイテムなのか、それが、でから、再び白雄様の元に行かないともう外れないのか、それ、いや、そういう展開あるだろ、これ、左腕には、白雄様からつけられた怪紐を中心に、名おのようなあぜが幾筋も走っていた、だな。 はいまるで蛇が這っているかのような本当に、うん、東京に戻って最初にそのアザを目にした時は自分で気づかないうちにどこかにぶつけてしまったのだと思っていたまああるあるだよな男は、うん、まあまあ女性もあるかもしれないけど、うん、けれどそれも数日のうちだけで縄めのようなアザは今や左腕に止まらず右腕左足右足腹部胸部 そして首へと広がっていた。それも全身じゃん。全身っていうことじゃん。つまり。うん、病院へ行っても、先生から帰ってくるのは、ただの内出血。経過観察。そんな言葉ばかり。おい、そんなわけねえだろ。こんなあざ、内出血。ただの内出血でこんなあざできるかよ。お前せめてなんか、こいつは自傷癖があるのかなつって精神科進めるとかさ。まあそういうことが、まあ最低限あってしかるべきだろ。うん、通常なら。 日が経つほどに改善に向かうはずのあざは赤黒く醜く変色していく一方だったそしてあの進行と同時に日に日に体調も悪化していったまるで見えない縄に全身を縛り上げられて引きずられているような息苦しさと倦怠感に外出も億劫になりやがて病院へも行かなくなったまあ行っても無駄感あるよななんか病院よりも霊媒師とかそういう方を頼る方が正解だろこれはうん 司令様につけられた赤い紐のお守りが原因なのかとハサミで切ろうとしたこともあったそうだよな切れないのかよそうだよこれがなくなればって話だよなしかし実際にハサミを入れて繊維が切れる感覚はあるのに不思議なことに次の瞬間には切られた糸同士がぬるりと肌の上を這うようにつながって何事もなかったかのように 元の余れた形に戻ってしまうのだ。うわ、まるでなんかもう赤い小さな蛇で余れているかのような。だから切られてもその蛇同士が再びくっついていくかのような、そういう思いりだな、まるで。うん。もはや人間では対処のしようがないおぞましい現象を前に、俺は絶望していた。そして、おぞましい現象はこれだけでは止まらなかった。 うわ、もうだから、日本一レベルの霊媒師とか、そういう、そういうのを頼る方向にシフトしないと計画をっていうか、うん、頼る方向が間違ってる、それは、やばすぎマジで怖すぎる。ええま、おいおい、これ夜になったっていうことだよな、もう黒ずみすぎだけど画面。お <laughs> ま墨でもぶちまけたかうん。玄関のドアが小さく。けれど、必要に叩かれている。うわ、そして誰だこお前、誰が来たんだ暗いリビングを通り抜けてドアへ向かい。 呼吸をを止めながらドアスコープを覗いた、はいたはあうーはいはいはいなるほどなまあそうだよ白百合様はお山になんかお山から動けないのだろうな多分、うんだからこ,うこいつらが来たとそういうことだよなうんなるほどなあの使いたちが花嫁様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 お迎えに上がりました花嫁様花嫁様 シラエイ様がお待ちです。うわ花嫁様。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 うわうるさい黙れ来るな来るな来るな帰れうわ嫌だ、嫌だ、嫌だ怖いよホラーゲームもうこれは完全にホラーゲームになってる。<laughs> 花嫁様。花嫁様。明日またお迎えに上がります。 はい二度と来ないでくれ <laughs> もうついでにこのあざ取っていってくれ頼むよ <laughs> ドアの前の複数の気配が消えたことを確認してリビングへ戻りソファーに倒れ込んだ東京の家に帰った晩から毎日日が落ちると異様な者たちが明日家に訪ねてくるようになったうわもうどんどん精神削り取られるわお前 <laughs>、うん、完全に明かりを落として カーテンを閉め切って息を潜めていても夜になると奴らは必ず家に訪ねてくる一度帰れと伝えればその晩はおとなしく引き下がるそしてまた次の晩には何かあの顔でああして必要にドアをノックするのだもうやばいもう産地が削れるというかもう精神おかしくなるわうん二度や三度なら耐えられたけれど毎晩毎晩毎晩 あの異様ないでたちの者たちが、感情のこもっていない、無機質な声で話しかけてくれるのだ。嫌すぎる。うん。毎晩、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 ま、おい、やはは、おい <laughs> 精神病みすぎだって、やばい、もうなんかジョジョのラッシュみたいになってるって。うん、毎晩。おかしくなる痛みと頭と、とにかくいろいろ、このままだと、おかしくなる助けて。 もう許してください。怖い。お母さん早く帰ってきて。 ああ、なるほどな。おーおーおー、<laughs> いや、でも、100日目が、やっぱり、一番やばかったんだな。100日目もうやばいよ、もう。本当に。文字も読めないぐらいになってきてるもん、100日目は。というわけで、それから10日経ったのか。ああ、じゃあ30日目見ていこうか。もう、頼むってマジで。いいエンドで会ってくれ、お願いだから、どうにかお守りを振り払ってさ。ええ <laughs> すごい声出たな今、今、うん。新幹線とローカル線を乗り継いで。 やっとの思いでおばあちゃんの田舎の村にたどり着いた。なんではい。重い足取りでお山へ向かいながら、途中の駅ですれ違った人たちのことを思い出す。荒い息を繰り返しながら、壁に手をつき進む自分を、キーな目で一別して去っていく人の群れ。おい、もう、いや、白状すぎるだろ。まあ、見ず知らずとはいえさ、おい、大丈夫ですかって心配して声をかける人の一人二人いねえのかよ。マジ、人間冷たすぎるだろ。うん。 もはやそんな周囲の視線も気にならないほど体調は悪化していたなるほどなもう体調が限界なんだあざのできた部位は常に縄で縛り上げられ闇雲の手法へ引かれるような痛みが遅い首は両の手で締め上げられているかのような息苦しさで呼吸ももならないうーわもうやばいなうん空気が回らずろくに働かない頭で考えるどうして俺がどうして俺が いや、もういいなぜとかどうしてとかどうでもいい許してほしいその一心で勇気のような足取りで何とかお山にたどり着き這うように両手をついて石段を上がるうわなるほどなもう呼吸ができねえんだもうだけどもう行かざるを得ないんだもう死んじゃうからうん果たしてその先にいたのはいつものように緩やかな笑みを浮かべる神様だった うわもう緩やかな笑みを浮かべてんの逆に怖いけどお帰り花嫁さんんずいいぶ長散歩やったねいやもう散歩に決まってんじゃないですかもうなんか20日間ぐらいいなかったような気がすっけど散歩っすよ散歩もう神様なんだからねもう人生こうもう人間よりも長く生きてんですからもうちょっとね散歩20日間ぐらいちょっと許してくださいよ神様もうそんなマジになっちゃってうんああしらっ 様、い、ま、うわ辛そ,そうやね。それが痛かったずいぶん苦しそうだな。やばい。うん、できたら苦しい。それはせやろ。ほら。こないして。わしが紐もをひとるからね。うわ、まあ、鳥肌立ったわ。怖え。<laughs> いや縄で縛り上げられているかのような後もうん、本当に縄で縛り上げられてたんだうそういうもうだから縛り上げるようなもう呪いのアイテムそういうお守りだったっていうことだろうんやばもういやもうだからこのお守り腕につけられた時点でアウトだったんだうわうやめぐる花嫁さんがいけないよもう少しでお迎えできるとこやったのに 勝手に離れていってしまうなんて。悲しいわ。いやま散歩っすよ。散歩もう何言ってんすか？神様ちょっとうん、<laughs> だすやけど、こないして紐で結んどいてよかったわ。花嫁さんも。迷子にならんとちゃんと戻ってこれたしないやー。<laughs> <laughs> 迷子にならんとっていうかあれだよな見失うことはなかったわけだこうして縛られていたからうんよしって花嫁さんこれからどないするさすがにエニシを持った子を殺すのは忍びないし命は取らんよいやお前あんたいいとこのお姉さん殺してるでしょでも過去にちょっと <laughs> そしたら、うん これから先もずーっとこのままやね。ずーっと先まで。苦しゅうて痛いままやね。いやお前。<laughs> い、いや、そんな。やったらどうすればええかわかるね。わしのもとにき。 目目目が <laughs> もうこの世が破滅する時のなんかもう核爆発の光景を目の当たりにしてる顔みたいな顔になってるわ <laughs> 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 え <laughs> ええ子やねそれじゃあ行こうか。 いやもうとことんなまでに穏やかなこの声が逆に怖いよね。うん、花嫁さんのために可愛いベベも用意してあるしわしのお気に入りの紐で飾った可愛い部屋も用意してあるんよ。<laughs> ちょっ,と待って可愛いベベベベってさ赤ちゃんのことじゃなかったっけ <laughs> どど,どういうことなんだそこだけちょっと詳しく。うん、え お前終わんなよこのアンテンこのフェードアウトしてからタイトルが現れた感じ終わんなよ終わんなよ終わんなよお終わったー <laughs> うわーなんてこったいや, <laughs> いやエンディングが流れたっていうことはこっちがなにまあハッピーじゃねえトゥルーエンドとかそういうことだな。 はい、エンディングはねちなみにこのゲーム2種類ってゲーム説明欄にしっかり書いてあったからいいエンドはないとそういうことですねは <laughs> いやてかこのゲームすごかったね後半さ急に5日目ぐらいからさガラッともう180度雰囲気が変わってもうそれになんかもう飲み込まれていったよね BGM 怖っ <laughs> 怖すぎだろ、BGM、まじで。恐ろしいわ、もう、後半のさ、怒涛の急転直下の、なんか、展開の変わりっぷりに、すっごい引き込まれたね。まじこのゲームすげえわ。<laughs> もう、すごい、本当にセンスが、エンド1。幸せな結末、どこが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 。やばすぎでしょ、まじで。一度は道に迷った立花でしたが。白夜様の結んだ絵にに引き寄せられ。 無事に、花嫁として迎えられました。お優しい白嫁様のもと。末永くお幸せに。<laughs> いや、おいつ殺されるか分かったもんじゃないけどね。うんいや、でも殺されることはさすがにないのか。ハ、は、イ、い、エンディング回収したため。 重要記録の項目全部更新とタイトル画面からおまけ部屋。はいはい、おまけ部屋ね。まあ、おまけ要素があんま長いようだったら、とりあえずパート分ける可能性はあるわ。うん。っていうわけで見せてなかったんだけど、俺だけこそっと見てたんだけど、この重要記録っていうのね。なんかでも、赤い紐のお守りとかはもう当たり前のことしか書いてないのよ。白百合様が自らなんだ装飾品。花嫁を逃がさないように目印とつして付けられる紐。そんなこと書いてあったっけ はい数日つき続け体に馴染んでしまうと人の手では外すことができなくなる。ははえでこしはい。文永6年頃村の娘が山に入り人号を回避する巨大な白蛇と出会いやがて結ばれたそれ以降白蛇は山々を守る神として人々に崇拝され愛されてきた。 と書かれているなるほどね。これが、白湯様もともとはじゃあいい神様だったっていうことかなんであ,あなっちまったんだ <laughs> はい。で、蛇の目。はい。あ、これ使いの蛇な。うん、白湯様の使いの蛇は、えー、常に村を監視している。花嫁となることを拒んだ者のもとには、白湯に代わり、使いの蛇たちが迎えに来るという。あ、もう俺の言う通りだっただから、この蛇があの使いの人型の者たちっていうことだな。人の姿を取ることもあるが、どの使いも同じ顔をしている。 なるほど。てか、顔見えなかったけどね。なんか、髪み、キョンシーの髪みたいなのが貼ってあって。はい。古びた写真。はい。明治42年。知れいな花嫁として選ばれた。えー、白畑の本家の娘が写る写真。手首には目印の赤い紐がつけられている。隣の女児とは違い。とても曇った顔をしている。これがいとこのお姉さんと。はい。ということだなうん。で、人型。 いやもう本当に不気味なんだこ,これなんなんだ結局式に用いられる人か花嫁は7日間かけて白枝のもとに通い絵にしよう深め体の部位を徐々に現世から切り離し神に嫁ぐ準備をなるほどそういうことか7日間かけて徐々に徐々に段階踏んでいかなきゃいけないんだだなるほど,どそれを白枝様はちょっともどかしいみたいなことを言ってたんだなるほどなるほど理解したわてか祖母の絵に日記読んでなくね俺多分飛ばしたねはい 立花の祖母が幼い頃に書いた絵日記。え祖母の曾祖,祖母から聞いた、えー、明治42年の出来事が書かれていると。はいはい、なるほどね。はい、というわけで、先代の松路。先代の松路。はい。うーわ、<laughs> ちょっと待って。やばいやばい。トラウマなれで、お前こんな見たら。はい。鳥居に吊るされた先代の花嫁白旗ボタン。でいいんだよなこれは、うん。ボタンを見つけたのは。 彼女を慕ういとこの女児。つまりおばあちゃんのひいおばあちゃんのことだよな。うん。彼女はこの悲劇を忘れず語り継ぐようにと。自分のひ孫に。ボタンの写真や式に使われた人形を託した。なるほどな。そういうことが。残念ながら、そのおばあちゃんに伝えられた、その事実。うん。主人公には伝わってなかったけどね。残念ながら。邪神白らゆい。邪神なんだ。なるほど。俺の予想大体合ってたか。邪神。なるほどね。横島だった。うん。大昔。 京都の山を根城としていたものの会。もう、もう、あやかしとか妖怪ともう変わらんっていうことじゃん、それ。うん。神にも迫る力をつけ、現在の農村を気に入り、もともと山を守護していた蛇神を食い、成り変わった。なるほどな。そういうことが繋がった繋がっただから、古書に書いてあった、もう蛇の代謝は、もうその蛇神のことなんだ。だから、もともとはそういう良い蛇神がいたのに、こいつにやられちゃったんだ。なるほど。しかし、その代償に、 自らもなるほどな。ないセビガミ。なるほどな。もう最後の力をというか、もう呪いというかね。うん、自分をこう殺した代償にというか、もうここから出られないようにはしたんだ、一応。なるほど、なるほど。はい。というわけで、じゃあ、初めに戻って、セーブ水晶、大丈夫、大丈夫。はい。初めに戻って、さすがにタイトル画面はこれ以上変わらないか。うん、おまけを、じゃあ、見ていこうではないか。ご視聴ありがとうございました。 まだおすみでない方はぜひねチャンネル登録をよろしくお願いいたします登録は画面のアイコンまたは画面下の登録ボタンからお願いします高評価もしてくれると嬉しいです動画投稿のモチベーションに繋がりますもしよかったらおすすめ動画も見てみてねそれでは